ここで皆さんね、今並んでお参りしようとしているのですが、僕はですね、もうちょっと先の中に入らせていただきたいと思います。僕はね、いつもね、中でお祈りしてますんでね、中から、一応ね、外の方も映していきましょう。どうでしょう、豪華絢爛、わお、素晴らしい。今日はそんな感じで人いっぱいですね。さあ、この中に入るにはね、そう、 QR コードね、愛先生、沙織先生も先にどうぞ、ね、みんな一緒だからどうぞ入っちゃっていいですよ、ね、さあ入っちゃってください、ね、こんな感じでね、できてるのか分かんないですけど入ります。そうするとね、ここでね、よくこの御神木を、ほら立派なの御神木を見ながら、そこでね座ってね、瞑想できるんですね。よくね、僕はここで心をね静かにしております。さっきの可愛い子がいるわけですね。ということで ね、さっきの可愛い女の子います、ねね、これくつろぎながら、ね、ここでね、心を静かに、いつもね、日を見ていろんなことを考えております。動画でね、自分も全然出たかったです。出てます、はい、トムですって言ったんですね。みんなね、自撮りが忙しいんですよ、ね、自撮りが忙しいんです。休憩、ね、そこでしましたんで、まだね、こちゃんが騒いでおりますが、ご神木を回りながら行ってみましょう。ご神木がすごいんだよ。さあ、また次のスポットがあるんです、ね、これはご神木の大癖でしたね。実はここターンレフト、ね、ターンレフト左に曲がると、さあ右順路なんですけど、順路を外れたいと思います。毎回僕は順路を外れてるんですよ。はみ出し物だからね。はみ出し物ほど大切するとね、信じてますので、皆さんもはみ出してくださいね。さあ、デレデレ、ね、徳川家康様だけに狐じゃなくてね、おたぬき様です。このおたぬき様に、しかも総大将ですよ、大将のおたぬき様に、これからご挨拶したいと思います。僕もね、みんなに説明しましたけど、ここに書いてあるんですけど、タを抜く、ね、強運快祖として信仰が強い、タを抜くという意味でタヌキ、ここにも書いてありました。皆さんよく覚えておいてくださいね。さあ、じゃあご挨拶してきます。さあ、おタヌキ様を後にしまして、では本陣、東照宮の方に入っていきたいと思います。ターンレフト、また左です。ここです。じゃあ、もう金ピカが見えてきました。金ピカ入りたいと思います。よいしょ、じゃあ立派です。豪華絢爛、金です。真っ金、ゴールド、ね、金運にもね、ご利益ありますよ。全てにおいてご利益あります。ここに僕はね、実は定期的に来てんです。この真っ金の上の東照宮、これはね、側面からなんで、これから正面にも行ってみたいと思います。沙織先生、愛先生ね、上の東照宮にはね、大きなね、あの知られざるポイントがあるんですよ。これ多くの人が知らないんですけど、ここ上り竜があるんですけど、これはあの日光東照宮もそうなんですけど、ここに徳川家康様の教えが全部込められてるんですよ。上り竜なんだけど、竜の頭が下を向いてる、これが徳川家康か徳川家の教えで、どんなに偉くなっても下のものにね、ちゃんと気を使うようにと、武頂天になるなと、そういう意味で徳川家の上り竜は下を向いてると、こういう意味があるんですよ。今から沙織先生、愛先生がね、これ特別なおみくじチャレンジをするそうです。徳川武将おみくじ、さあ行ってみてください。沙織先生から、はい、盗んでいただきます。はい、盗んでいただいて、そう、入れたんですよ。結構いつもね、強運ですからね、沙織先生。
ですから一発でね、香織先生第一句を引き当てました。どんなこと書いたんですか。No, no, no.